どうぞ、いらっしゃいませ。あ、すいません、予約した山田です。はい、どうぞ。いやー、暑いですね。はい、そうですね。ここら辺はもう雨降らずで大変です。そうでしたか。本日はお安いネット回線とスマホのセット割をお探しで。はい、僕、どこ A バンクなんですけど。まあ、家にネット引いてなくて、なんかセット割あると聞いて、どこ A バンクですね。人気ですよね。私担当の腹持ちが責任を持ってご対応いたします。ありがとうございます。お客様のキャリアですと、セット割可能ですので、いけます。よかった、売れピー。では、そちらにゴミのお名前とご住所、ご連絡先とお願いします。はい。できました。はい、ありがとうございます。あ、こちらにサインもお願いします。はい。すいません。ゴミのお名前は、山田さんですね。はい。いかがしましょう。プロバイダーもセットで申し込まれるならさらにお得です。あ、はい。実はそれもお願いしたくて。ありがとうございます。こちらも選ばれる方多いんです。ゴミもじゃあ今回すべてセットで。はい。じゃあ、ファミリー特約の説明もせんと。ゴミは今独身ですか？家族でいらっしゃるなら同じキャリアの方がいたら。まあ、独身ですけど。あ、ちょっと待ってください。独身なら、はい。いかがしましたか？ちょっと、何ですか？さっきから。え？その、ゴミって何のことをおっしゃってます？え？ああ、いえいえ、なんか、すいません、変な誤解を。あ、ですよね。はい、変な誤解をさせてしまって。ゴミとは、はい、ゴミですよね。はい。いえ、何に言われてるのかと、なんか使うタイミングがあれでして。ああ、すいません、ゴミには分かりづらかったか。うわ、待て待て待て。はい？何？またゴミって。何？ゴミには分かりづらかったって。どういうこと？何のこと？いや、ゴミに言ってるんですけど。ゴミって誰よ？いや、お客様。は？俺？俺に言ってるの？え、びっくりした。誰だと思ってらっしゃいました？びっくりした。いや、今なんかすごくびっくりした。いや、なんでお前がびっくりしたん？は？俺ゴミ？いや、そういうわけでは、まあ、そうなんですけど、はい。どういうこと？とにかくですね。はあ、こちらはゴミの契約書になりますので。やめろ、ゴミっていうの！おい！めっちゃ気分良かったのに、なんなんさっきから。ああ、すいません、なんかもろに。すいません、やめます、この言い方。はあ、社会のゴミがこの度ご契約。やめろ、だから！同じや、社会のゴミって！何、お客様に向かって。ああ、すいません、いや、なんか、こんな契約するの、ゴミみたいな人しかいないと思ってました。なんで？ええやん、自分のためになるし。なんでやったの、この仕事なら。他の客もゴミ呼ばわりかい。いえ、他のお客様に関しまして、そのような暴言をお控えください。私の大切なお客様ですので。は？ゴミは俺だけ？はい。やだ！ムートショットして！ふざけんな、やめだやめだ、誰がこんな契約するか。大変失礼しました。こんなようなことは二度としません。帰る。あ、忘れ物してますよ、カバン。おい、社会のゴミ、リサイクルゴミ。誰がリサイクルゴミじゃ。国産アニメは LINE スタンプを4種類販売しています。ぜひ見てみてね。購入リンクは動画のコメント欄と概要欄から飛べます。